はよう、こんにちは、そしてこんばっけん、どうも私バッケンでございます。さあ今回はですね、我が家にとうとうあれがやってきたんですよ。以前ネオジオの MVSX というものをね紹介しましたけども、それに続く第2弾のようなものですね。それがこちらです。さあこの巨大な箱、こちらの中身を今から開封していきたいと思います。ということで、めちゃくちゃ重かったですけども、ようやく箱から出し終えました。そう、こちらアーケードワンナップのアウトランですね。こいつがうちにやってきましたよ。これをここに置いて、隣のねこの MVSX とともに我が部屋を自宅ゲーセンにしていこうと、そういうわけですよ。ただこれね、組み立て式なんで、今から頑張って組み立てていきたいと思います。中に小さい箱がたくさんいろいろ入ってるんですね。なるほど、こういう感じで入ってるんだ。これで全て箱から出した状態ですね。ちょっと寄ってみましょうか。ここにハンドルがあるし、で、ここにはアクセル、ブレーキ、他にはこれはシートですね。で、この心臓とも言うべきエンジンって言った方がいいのか、この基板がありますね。いやー、ここからが大変だ。では、こいつを順番に組み立てていきたいと思います。まずは、筐体の底の部分、これを筐体の側面ですね、こちらに取り付けていきたいと思います。意外とね、説明書、海外の商品なんですけども、分かりやすく書かれてましたね。こういうバナーもね、やっぱちょっとしっかりつけとかないとね。次はモニターですね。さっき基板って言いましたけども、モニターと言った方が正確でしたね。意外とこのゲームの心臓となる部分が小さいんですね。これをここの穴に差し込んで取り付けたいと思います。ここのネジがね細かいんですよ。もうちょっとつけやすくしてほしかった。ここはただしっかり固定しておかないと、モニターが外れたらもう悲惨ですからね。そしてこれは筐体の上の部分の、アウトランというマークでライトになってるんですね。でさらに後ろはスピーカーになってると、これを筐体の上の部分に取り付けました。次はここのくぼみの部分に筐体の屋根になる部分を取り付けます。もう固定するとかじゃなくて、ただはめ込むだけっていうのがね。ではいよいよ筐体の側面の反対の部分も取り付けていきましょう。ここまで来ると完成が見えてきますね。しっかりネジで固定して外れないようにしたら、いよいよここからは筐体を起こして作業していきたいと思います。いやー、ここまで来たらもう半分ぐらい完成じゃないですか。いいねこれ。すごいな、見てるだけでテンションが上がるというか、ワクワクしてきますね。筐体の真ん中の部分の板、ここをしっかり取り付けて固定していきたいと思います。なんかここに物いろいろ置けそうな感じもしますね。ちょっと収納スペースになるな。次はこのモニターのフィルターを外すとこなんですが、これね失敗したんですよね。このフィルター剥がすなら、もう組み立てる前に剥がした方がいいですね。説明書ではここの順番で剥がすようにと書かれてたので、その通りにやったんですけども、ちょっとね下の部分と重なってしまって、綺麗にめくれないようになってるんですよ。それ頑張ってめくったんですけども、これ案の定左下の方ちょっと残ってるんですよね。
で次はハンドルを取り付けたいと思います。上にある端子の部分と中のコードをつなげるわけですね。しっかりとはめ込んで確認したらネジできっちり止めたいと思います。ハンドルの次はブレーキとアクセル、これを固定するのではなくてここのちょっとくぼみになっているところにはめ込みます。これだけなんですね。続いてモニターの裏のこの配線の部分をやりたいと思うんですが、めちゃくちゃ簡単なんですよ。ライトと BGM これ差し込むだけ他は何にもしなくても大丈夫っていう、これ難しいのかなと思ってたんで拍子抜けするぐらい楽でしたね。で最後もう一本電源コードを差し込めばこれで完成です。今回の大事な作業、アップデート用のデータの入った USB メモリーとマイクロ USB 変換ケーブルを用意して取り付けます。この状態で電源を入れます。いやーこれ、いや着きましたよ着いた着いた、こっから無事にちゃんとバージョンアップされるのかな、ドキドキするね。おお5つになってる、すごいじゃあこっからちゃんとね、セットしていきましょうか。まだね、あの座席シートも作ってないので、シートを作る前にこの筐体の背面部分をしっかり固定して止めておきましょう。完成した筐体を予定の場所に置いてみましたが、予想以上に綺麗にはまりましたね。すごくいい感じ。それではね、座席シートの部分を今から作っていきたいと思います。ただね、このシートに関しては筐体と比べるとかなり単純な作りなので完成まですごく早くて楽でしたね。と言いながらよく見るとこれ後ろの部分上下逆にやってるんですよ。全然気づいてないというね。でようやく気づいて元に戻した後に、次はこの座席部分の座るところ天井の部分を取り付けます。ここもネジでしっかり固定して、意外とねこれ丈夫なんですよね。かなりの重量に耐えれると思う。で最後はシートを置いたらこれで出来上がり。ということでとうとう完成しましたね。いやーすごいで乗ってみた感想なんですが、これね高さに関しては横から見てるとね低いなと思ってたんですけど、座ってみると思ってたほど低くはなかったですね。それでもねもうちょっと高さが欲しいなと思ったんで、今回ねあるものを用意してみました。こちら長さが50センチ太さが約8センチの木材をホームセンターで買ってきました。これを筐体の下に置いて少し高さを出したいと思います。ということで先ほどの木材を筐体の下に置いてみました。高さはいい感じになったと思うんですけども、若干ブレーキが踏みにくくなったかなという気はしますね。まあでもそんなに大きな影響が出るほどではないので、ちょうどよければこのまま行きたいと思います。ではここからはこの5つのゲーム順番にどんなゲームか紹介していきましょう。これねハンドルでゲームを選ぶんですけども、このタイトルの下にあるこのギアのマーク、ここをスタートするとちゃんとこうやってねオプション画面に入れるんですよ。まあ、これで難易度を変えれるとか、まあ、これは敵の多さですね、これ時間で。であとはまあこのスキャンラインをオンにするかオフにするか、まあ今オフにしてますけども、
これでね、細かい設定ができるんですよ。まずはね、やっぱりこのアウトランからやりましょう。そして BGM も、もう毎回毎回って言われそうだけど、このスプラッシュウェーブを聞きたいと思います。ちなみにこれ、BGM のね、大きさ変えれるんですよ、こうやって。最大で15段階あるので、まあ大音量でやりたい人にはちょうどいいんじゃないかな。喋るのに夢中で今、ギアチェンジを忘れてた。家庭用ゲーム機、セガサターンとかね、あとスイッチとかでやるときは私いつもオートマばっかりでやるんだよね。もちろん現実の車も運転するときはオートマしか運転しないので、まあペーパードライバーですけど、私が唯一ミッションに戻るときって感じだ。で、高さをね、8センチ上げたことによってかなりプレイしやすくなりましたね。私の身長が172あるんですけども、だいたい10センチぐらい上げればそのぐらいの身長の方はちょうど良くなるんじゃないかな。しかしハンドル操作でプレイするのは楽しいけどむずいな。スピード感あるな。モニターに関してもこうやってプレイしてるとね、そんなに小さくは感じないですね。一応ね、モニターのサイズとかハンドルのサイズはアーケードとほぼほぼ一緒らしいです。さあ、ここを右に行くとお花畑が広がってるね。そう、めちゃくちゃ減速した。いけたギリギリすげえギリギリ。こんな走りではこの先はもう無理だな。おー、危ね。では続いてプレイするのはこちら、ターボアウトランをやりたいと思います。もちろん私はオートマですよ。オートマがあるだけですごい安心感このターボアウトランに関してはメガドライブ以外で遊んだ記憶がないんですよね。まあ、もしかしたら数回やったことあるのかもしれないけど、てかめっちゃぶつけられた今。多分アーケードの移植ってメガドライブ版以外ないんじゃないかな。あるのかな、記憶にないんですよね。ターボ使うとね、速いんだけども曲がれないんで、クラッシュした時ばっかり使いますね。まあ、こういう時は使うか。で、特徴としてはこう今みたいに分岐がないんですよね。ひたすらこうステージをクリアしていく感じ、一直線に。これでステージ2クリアか。ここはなんかこうアウトランおなじみのって感じがしたね、今のは。いきなり視界が悪くなって雪景色に変わったけど、夕日のコースっていうのも前のアウトランにはなかったから新鮮ですね。背景がすごい綺麗、綺麗だけどもあんまり見てる余裕がない。ぶつかってはいないけど、ほぼほぼぶつかったのと変わらん。あ、こんなのもあったんだね。へえ。そして彼女があっち行っちゃった。さっきあれか、ちょっと不本意な走りをやってしまったから。かといってそんな簡単に乗り換えますか。あ、彼女じゃなかったのかな。そう、二人まとめて抜いてやろうぜ。ではこちら三つ目のゲームはパワードリフト。このゲームすっ
ごい好きでしたね、当時。どこにあるかな、 A コースから行こうかな。でも C コース、あ、A コース行っちゃった。どのコースもあんま変わんないのかな、どうなんだろう。これはオートマじゃないんだね。しかもいきなりぶつけられた。パワードリフトに関しては割と移植されてますから、多分アーケード以外でも遊んだことがあるって人多いんじゃないかなと思うんですよね。私も PC エンジンと、あとセガサターンで、さらにはドリームキャストの3機種で持ってますね。確か3位以内に入ればいいから、割と楽には、気が楽にはできる。最初の方だけもうすごいよ、このアップダウンが。3位以上なかなかなれないんだな。おー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 、危ねえギリギリだったのかもしれない。これすごいコースだな、本当にステージ2か。これ、ここはさすがにうまく走れる自信が全く湧かない。せめて綺麗に走りたいな。綺麗に走りたいと言った瞬間にぶつけられてしまったな。あー落ちた。6つ。急げ急げ、まだ大丈夫、まだ8位、まだ大丈夫、まだ大丈夫。よしよし、ここをうまくいけば、よしよしよし、こっから追いつけないな、なかなか。おお、4位はなかった。あと1台、あと1台、あー、あと1台抜けばよかったのにこんなもんだ。それではね、4本目のゲームはこちら、アウトランナーズですね。これね、ずっとやりたかったんですよね。どれにしようかな、これでいこうか。オートまで。このアウトランナーズって多分ね、メガドライブ以外に移植されてないんじゃないかなと。そういう意味ではこのアーケード版を遊べるっていうのはかなり貴重ですよね。昔ゲームセンターで遊んだことあるようなないようなっていうあやふやな記憶なぐらいほとんどプレイしたことがないので、本当にね、今回アウトランと同じぐらいやりたかったゲームなんですよ。もういわゆるドットのレースゲームの、見たらもう極限まで極めたようなゲームっていうイメージがある。これは最高峰のグラフィックっていう。ちなみにこれ BGM、 危なめ、こうやってね変えれるんですよ。ジェットコースターみたいなこの起伏がいいよね。そしてここなんかちょっと沖縄の海を思い出す。危ない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 、怖かった。これ以上ちょっとクラッシュをしないようにしよう。危ない、あ、もうあいつあいつ。日本の景色がまた綺麗だ。桜が並んでて京都っぽいね、どことなくこの場所。うわー、くそ、何にぶつかった、全然わからん。やばい、時間がもうない。さすがにもうクリアは無理か。では5つ目のゲームは今回追加されたラッドラリーをやりたいと思います。ではこれコース4つあるけど、この3セットでいこうかな。
このラッドラリーって私ねゲームセンターで遊んだ記憶全くないんですけども、どうやらラッドモビールのまあ番外編という言い方もあれなんだけど、あのレースゲームに特化したような内容、他の人と通信対戦とか、あの天然通信の対戦ができたみたいですね。4台ぐらいまでできたのかな確か。まあ、なのでラッドモビールの方を移植してほしかったという声は結構多かったみたいですけども、それでもねゲームが追加されたってことは嬉しいですよね。お、ライバルカー抜いたね。いいじゃない、結構いい感じで走ってんじゃない。対向車に当たらなくても結構なことになることはあるんだな。ライバルカーどこ行った。うわくっそすげえ邪魔。追いつけそうで追いつけないか。お、いけるんじゃないこれ、追いつけるんじゃないか。お、抜いた。このままゴールまで行きたい。くっそ、あいつ抜かれてからが早いな。それまではわざとなんか待っててくれたのか。おー、勝った嬉しい、勝てた勝てた、ウィナーということで、この完成したアウトランを設置した今の私の部屋の状態をずらーっと見ていこうと思うんですけども、さすがにもうこれ以上はこの部屋に物は置けないかなっていう感じですね。まあ、私の中では本当に最後のピースが揃ったというそんな感じですよ。さあ、ということでございまして、今回のアーケードワンナップアウトランの組み立てから設置、そしてゲーム紹介の動画を見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、楽しんでいただけたんならね嬉しいなと思います。まあ今回ねかなり高価なものなので皆さんぜひおすすめですよとはさすがに言いにくいんですけども、ただまあ買った自分としてはかなり満足感の得られるゲームだなという感じはしますね。まあ、ある意味一生もののおもちゃ宝として、まあ、部屋にずっと置いときたいなとそんな風に思ってるのでね、まあ、見ていただいた方もまあ興味を持っていただいて購入するきっかけになれば嬉しいかなという風に思います。ということでここまでは私バッケンがお送りいたしました。またよかったら次の動画も見てください。ではでは、バイバーイ。